第15回 NHK 紅白歌合戦は1964年12月31日に東京宝塚劇場で行われた通算15回目の NHK 紅白歌合戦21時5分から23時45分に NHK で生放送された今回から初めて紅白のカラー放送が開始されたまた第15回を記念して 紅白の早々期の看板歌手である藤山一郎、淡谷のり子、渡辺浜子、伊藤久夫が復帰した。両組司会は2年連続で、エリ、宮田が担当。エリはオファーを受けた当初、1回でやめておけばよかったのに、などと言われたら、という気持ちに苛まれ再三断っていた。私の PR をしてくれない。 自分ばかり売り込んでという周囲の恋にも悩まされ、憂鬱になったという。本人曰く、ダーリンもあんな疲れる仕事はもうしない方がいいって言っていたんですとのことだが、結果的に熱心な NHK のラブコールに折れる、格好で続投を決意した。先行をめぐって赤組司会を続投したエリは、神経疲れから意を壊してしまい、翌年の第16回は、 もうこりごりと赤組司会3連投を辞退。その後第18回においてもオファーがあったが、辞退している。ありがとうございます。